下田市でプロの選手が競うサーフィンの大会が始まり、市長が波に乗ってオープニングを飾りました。ウェットスーツに着替えたのは下田市の松木正一郎市長、63歳です。今朝から始まったサーフィンの S リーグ第2戦の開会式に出席し、プロの選手に導かれながら海に入り、波乗りのタイミングを待ちました。さあスタート、アップスが、アップスが、これはなんか見たいです。市長はボードの上に立つところまで成功し、拍手と歓声を浴びました。大学時代以来およそ40年ぶりのサーフィンで、10日ほど前から練習をして開会式に備えました。その時、あ、これは無理だなと思いました。立ちましたよ。 ありがとうございます。皆さんの応援のおかげだと思います。サーフィンを終えた後は下田温泉のお湯を頭からかぶり PR に努めていました。